ショップもそう、井上です。今回は BSS 水のプロ、公式外野手グラブの C5DNA の左投げ、こちらのですね、片付け加工後、アップしていきたいと思います。刺繍のネーム入れて、そして組み立て直してですね、片付けの方させていただきました。柔らかさはですね、実践を重0すると半分程度、ノーマルっていう形にて作らせていただきました。そしてですね、こちら。 固有位置で入れて全部の指に入るような形ですね。えー、に入ってスタンダード型っていう形となります。そしてなるべく深めっていうのがご希望と、えー、させていただいたので、そのようにですね、作っております。えポケットはですね、えー、ウェブ下より中央寄りっていう形にて、ね、設定させていただき、えー、ご本指でですね、えー、しっかり掴むようなイメージと。 なっております。そして、指をですね、一応ですね、えー、出す出さないっていう形だったので、一応出さないで、えー、作っております。えー、最後にですね、メンテナンスの方も行いまして、えー、こちらで安心してお使いできる、えー、グラブとなっております。えー、ぜひですね、こちらのグラブにて、怪我なく楽しく焼きの方していただければと思います。では、こちら、以上です。ありがとうございました。